はい、皆さんこんにちは、ワンダーリングルビーチです。では今回はザン3スピリッツ、こちらを新しくプレイしていきたいと思います。これはですね、僕のチャンネルでよくやってる戦国もののシミュレーションゲームになるんですけども、今でこそ信長の野望一部の作品だったり、三国志シリーズでは武将プレイできると思うんですけど、このザンシリーズがですね、おそらく一番最初に武将プレイをね、導入した作品なんじゃないかなというふうに思っています。ではこちらのね、ザンスピリッツ早速始めていきたいと思います。で、今お話したようにですね、武将プレイできるんですが、選べるシナリオは2つです。軍友の攻防、覇権の行方、それぞれ1550年スタートと1600年スタート。で、個人的にすごく楽しみなのが、覇権の行方、1600年のスタートシナリオで、秀吉亡き後、天下人の座が誰になるのかという話になります。これはですね、皆さんよくご存知の通り、いわゆる関ヶ原の戦いをね、どう、生き抜くかというのがメインのシナリオになると思います。ただし今回はですね、実はこのザンスピリッツ初めて僕プレイするので、軍友の攻防、この1550年シナリオでゲームの方を始めていきたいと思います。で、武将も作れるんですけども、今回はね、実在武将から選んでいきます。で、実在武将でこの朝倉、越前の朝倉を見ていくとですね、タイムリーなことに、光秀が、しかも、浪人でいるんですね。光秀は、麒麟が来るの中ではですね、まあ、史実ではいろいろと諸説あるようなんですけども、まあ、斎藤家に仕官して、道さんとのつながりがある中、長良川の戦いを経て、越前の朝倉に逃れ、そこで浪人生活を送っているというシナリオになっていると思うんですけども、まさに、このザン3スピリッツの中では、光秀がこの朝倉の中で浪人生活を強いているという状況なんですね。ちなみにこのじゃあ光秀でプレイを始めた場合ですね、ちょっと参考までにご覧いただきたいと思います。まあ、浪人で始まるので、できることはすごく限られていてですね、何をするにもまず士官をしなきゃいけないということで、この士官を押すと、今いる場所、今回のパターンだと、朝倉家に士官をするという、動きをするんですけども、これがなかなかうまくいかない。で、講釈っていうのを行うと、まさに麒麟が来るの中でも光秀が、子供相手に講釈を行っていたと思うんですけども、名声を上げることができます。で、名声を上げれば士官も叶いやすくなるんですけど、この講釈を10回ぐらいやっても士官できませんでした。で、士官って押してみるとどういうことが起きるかというと、軍議により士官は却下されましたというふうに出てしまうんですね。なので、ちょっと今回浪人でプレイを始めるのはかなりハードルが高そうなので、今回はこの光秀プレイを一旦やめます。なので、今回はですね、まあ、オーソドックスにはなるんですが、ズバリ、信長でプレイをしていきたいと思います。で、信長のパラメーターですね、確認しておくと、まず、名古屋城に今いますと。で、もともと信長は、猿渡城か、古渡城かな、あ、どっかにいて、その後、清須に入り、皆さんご存知の通り、美濃を攻略、稲葉山城を岐阜と改めたというところなんですが、このザン3スピリッツの中ではまず名古屋城にいます。で、人望が43、忠誠が65。まあ、忠誠が65っていうのはなぜかというと、今はまだ信秀存命中なので、あくまでも信長は大名ではない。大名の嫡男という位置づけになっています。で、年は17歳。まあ、17歳にしてはね、だいぶこのお顔が、たくましいお顔立ちをされてますよね。で、統率が16、合戦が12、政治が13、工作が13です。で、特に必要になってくるパラメーターが合戦。これがですね、まあ、いわゆる野戦で戦った時の重要パラメーター。で、政治というのが、主に包囲戦、城攻めを行う時に必要になってくるパラメーターになります。で、マックス値は16です。まあ、12以上あれば、まあ、このザン3スピリッツの中では超一流。っていうところですね。では信長でプレイを始めていきましょう。
で早急からの指南書出てますけども、まあ、信長はまだ一門衆、嫡男ではあるものの大名ではないので、大名、ここでいう信秀の指示に従ってですね、うまく振る舞って、信秀が亡くなったらですね、すんなりと信長にその座を譲ってもらう、家督を譲ってもらえるというようなシナリオが一番いいですと書かれています。でそれが待てない短絡的な人は下克上をしましょうと、まあ、いかにも戦国時代のゲームにありがちな、ことが書かれています。では早速プレイの方を始めていきましょう。で戦略フェーズ見るとですね、先ほど、光秀浪人の時に行えたものとパラメーターがだいぶ変わってます。まず謀反というのが加わってますよね。これはそのままズバリ下克上です。で志願というのが外交内政徴兵、徴法、いくつかあるんですけども、これらを自分からやりたいですと手を挙げる内容です。で忠勤というのは、信秀に対してせっせと忠誠度を上げるという内容ですね。今回は志願を行っていきます。で、このまま普通に進めるとですね、他国に攻められてあっさり信秀、この織田家が滅びますので、ここはもう徴兵を行っていきます。で、徴兵はこれ今16って出てますけども、信長の統率が16なんで16できるんですが、パラメータが低い武将は、そのパラメータのマックス値でしかこの兵士の徴兵はできないという仕様になっています。でこれで行うとお金を払って兵を今60と名古屋城出てると思うんですけど、これが16増えます。60に16増えて76になりましたという結果になりますね。ではこれをねずっと続けていきたいと思います。でこの後ですね、今フェーズがどん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 と動いてると思うんですけど、この行軍フェーズがですね、1から3まであります。で行軍フェーズ1で兵を仮に動かした後ですね、行軍フェーズ2でも続けて、軍を動かしたりすることができます。ただしその場合ですね、このザンスピリッツ3の中で最重要パラメーターである士気が、ガクッと下がるので、連続行軍する場合にはその士気がね下がることを覚悟の上で行う必要があります。今から第一行軍フェーズに入ります。この第一行軍フェーズで、各大名家が兵を動かすフェーズということになります。ではこのね、戦略フェーズから行軍1、2、3というのを、1ターンみたいな形でどんどん繰り返していくというのがゲームの基本的な進め方になります。ではこのままゲームの方を進めていきましょう。はい。で今ですね、戦略フェーズの1552年冬まで進めてきました。この間にやったことはですね、徴兵で兵力を集める、そしてたまに忠勤をするということをやって1552年の冬までやってきましたので、ここから再開していきたいと思います。でこの間にですね、本願寺がむちゃくちゃでかくなってます。なので、本願寺といつ、相対してもおかしくないという状況で、この1552年冬から始めていきましょう。江戸城にキリスト教が流行。早いな。僕はね、無宗教なんで、ちょっとあんまり宗教は興味ないんですけど、一応、クリスチャンの大学には通ってました。全く興味がなかったので、キリスト教概論1、2っていう講義があったんですけど、最初と最後くらいしか出なかったですね。ただ、なぜかダブル A でした。では、ここもですね、徴兵を行っていきます。まだ信秀で生きてますからね、志願して、徴兵で、兵士を、マックス16。できればね、250ぐらいの兵力があった方が、安定的に生き残れるかなというふうには思いますね。ここも、リハーサルでやったときは結構、運要素が大きくてですね、攻め込まれるときはあっさり攻め込まれるし、攻め込まれないときは全然攻め込まれないっていうのがあったので、どうしてもうまくいかない場合はですね、一度リセットするというのも手だと思います。
ここもね、本当に運要素がすごくあるんで、どうなるかわからないところではありますけどね。ここで浅井久政が死亡。死亡、大名が死亡して城が取られると滅亡です。今、まさに浅井が滅んだその瞬間ですね。本当にね、この本願寺の強さがえげつないことになるゲームなんで、まあ、本願寺をいかに避けて、兵力、体力を温存してですね、来たるべき決戦に備えるかというのが重要かなというふうに思います。で、攻め込まれないために必要な要素がやっぱり兵力ですかね。感覚的に僕が感じているのは。なので、できるだけお金があるうちは徴兵を行って兵力を蓄えておく。で、軍団を編成して合戦を仕掛けるときにもお金がかかるので、お金と徴兵のバランスはすごく重要ですね。で、こういった解明イベントもあります。ここでもキリスト教で、信秀がここのタイミングで死にます。まあ、実際には信秀はね、52年の3月か死んだはずですけどね、まあ、少しこの辺りは流動的に動いています。では信長が織田家を継いだので、こっから大名としてのプレイの始まりですね。ちなみにリハーサルの時はですね、信長が大名になれずに信光が家督を継ぐパターンもありました。なので本当に難しいというか微妙かなというところですね。ではここでですね、徴兵と編成を行っていきます。まず徴兵、これは信長16増やします。金を使う。さらに秀吉も使います。で、軍団の編成もね、行っていかなきゃいけないんですけど、ここはね、徴兵をさらに繰り返しましょう。平手のおじき、正秀ですね。あとは、丹羽長秀なんかも、十分な徴兵力ありますね。これで202になりましたね。もう一回ぐらい徴兵しておきましょう。勝家。いや、待ってね。鉄砲がね、むちゃくちゃ重要になるんで、うわ、実行済みか。しまった。信長と秀吉が実行済みになっちゃってるな。これ、鉄砲がすんごく重要になるんで、鉄砲を変えるように、ちょっとリセットしていきます。すいません。はい、では戻ってきました。まず、徴兵で先に最優先の鉄砲を買います。鉄砲を信長自ら買い付けるよ。で、さらに、うわ、金が全くないわ。今度は金不足か。まあ、ただここで一度編成を行いましょう。まあ、名古屋城、今、城一つしか持ってませんので、ここで第一軍を編成します。で、パラメーターでですね、合戦のパラメーターが野戦で必要だとお話したと思うんですけど、まずですね、この信長軍団で、いわゆる合戦パラメーターが強い人間、どこにいるかというと、まあ、一つは勝家12、成政が13、利家が11です。で、これあのツイッターの方でもですね、コメントいただいて教えていただいたんですけど、板波さんでいいのかな、読み方。パラメーターでですね、11以上だと小さな補正パラメーター、これ調べてみるとプラス1みたいです。で、14以上だとプラス2の、補正パラメーターが、この軍の編成の中で生まれてくるということなので、ここはね、成政をまず入れましょう。なので信長一人入れるでしょ、プラス強いのが成政、これでプラス1補正がつくという編成になります。で、軍資金今152って出てると思うんですけど、1編成するのに1かかるので、マックスでも152しか今編成ができないという状態ですね。なので、鉄砲も含めて、今編成できるのはマックスでどうだろうな、145。ま、
攻め込まれた時に兵が多ければ多いほど越したことはないので、マックス値で編成していきましょう。金がないさすぎることになりますけど、145、これでいきます。第1軍を編成。これでね、金が全くなくなりましたので時間を進めていきます。で、早速なんですが、敵が攻め込んできました。そうすると編成していた第1軍あったと思うんですが、その軍を動員してこれの迎撃戦に当たっていきます。では編成を行っていきましょう。まず信長がやられるとその時点で終わりになりますので、信長がやられないようにですね、信長のところには兵士を多めに積みましょう。そうだなぁ、まあ70ぐらい、65ぐらい積みますか。で、鉄砲も4配備します。鉄砲はね、もう絶大ですね、このゲームで鉄砲の強さは。で、勝栄となりまさに、残り40ずつ切っておきましょう。これで出撃していきます。で、鉄砲は遠距離攻撃が可能です。で、敵もすごく大群で攻めてくるので、いきなり、ここはですね、まずは敵の大名、大ってついているのが大将ですね、敵の大将をね、重点的に狙って敗走に追い込みましょう。で、合戦のシーンはこんな感じのちょこちょこ動く人たちを操ってプレイしていきます。では移動していきます。まあ、全体移動で突撃みたいなことも行えて、それは委任になりますね。ここに移動しましょう。で、次のターンから攻撃に入ります。で、鉄砲を持ってない成政と勝家はこのまま敵の大将を狙っていきましょう。今20って出たと思うんですけど、これが敵に2削って味方が0でした、味方の損害は0です、そういう意味ですね。敵3味方0で、今度は敵のフェーズになります。敵の方が数が多いんでね、まあ削られていきますよね、どんどん。で、今は信長のところにも敵がやってきたということですね。まあ、信長がやられない限りはいきなり敗戦ということにはならないので、ここはじっくり構えていきましょう。まあ、最初なんでしっかりプレーの方やっていきます。鉄砲で攻撃を仕掛けると一方的に攻撃ができるということになりますね。で、鉄砲の数は多ければ多いほど当然ですけどいいです。で、敵が誰かっていうのをちょっと見てなかったですね。敵はですね、北畠友宣、兵士が55なので、これを0にすれば勝ちということになりますね。なので信長で鉄砲を撃って、勝家と成政で削っていくと。鉄砲もね、もうちょっと数があるとだいぶ楽になるんですけどね、鉄砲の数が足りないので地味に削っていきます。これで勝家がやられましたね。落ち延びてくれただけ良かったかな。打ち取られるケースも結構ありますね。他のゲームに比べると死亡するパターンが多い気がします。この合戦で敗れた場合、兵士数ともどりまだ20もあるのか、結構強力だな。このままいくと成政もやられるの時間の問題だからな。信長のところにやってきたな。信長が囲まれる始末だな。やられた。こんな感じで成政が戦死します。結構ね、あっさり戦死するので、死なせたくない武将には厚みを持たせておく必要があるかなと思います。まあ、残念ながらですね、この信長の野望とは違って、
このザンスピリッツは結構シビアなので、序盤の信長はかなり苦しいですね。だ、名古屋城が落城するパターンか。ちょっとここをもう一度やり直して戻ってきます。はい、では防衛戦完了した後ですね、なんとか生きながらえたので、ここからまた始めていきます。で、成政は死亡しました。もうどうにもならないですね。もう本当にね、この序盤の信長結構苦しいんですよね。他のゲームでもね、信長序盤苦しいっていう、シナリオ結構あると思うんですけど、ここも本当に苦しいです。では始めていきましょう。まずは兵士だよね。兵士が本当に必要なんで、まあ、しかもな、成政、最優秀武将の一人である成政を失ったからな。ここは一旦徴兵します。31か。それでも31だもんな。まあ、攻め込まれないことを祈るしかないね。力をつけていきましょう。はい、生きながらえています。で、他のコマンドもですね、簡単にご紹介先にさせていただきたいと思います。ここまで合戦周り、徴兵、そのあたりしか見てきていませんので、他のコマンドもご紹介します。まず外交なんですが、和睦、国交断絶、共同作戦、親授、結婚、使者朝廷寄進とあります。まあ、これ、コマンドの通りの内容なんで、大体皆さんね、分かっていただけるかなとは思います。で、続いて内政なんですけど、まあ、本拠変更、これもそのままですね。今名古屋城しかないので特に動きはできません。土地開墾、商業投資、このあたりもそのままですね。で、軍資金、お金がね、かなり重要な、要素を占めてくるので、まあ、仮にこの商業投資をやるのであれば、まあ、秀吉あたりお金50を使って商業が155になりました。これで収入が増えるということになります。で、情報ですね。情報収集、罹患工作、あとは武将の調力、暗殺なんかができます。で、徴兵はね、見てもらった通りです。で、編成もさっき見てもらった通りですね。人事のところは縁組だったり重臣に任命したり、まあ、こういったことができるということになっています。では今回徴兵しましょう。お金が200ぐらい残った状態であれば軍の編成はできるので、まずはとにかく兵士数を増やしていかないとお話にならないので、兵士数をドカドカっと増やしていきましょう。はい、ではね、今回初回ということでゲームの紹介がほとんどになってしまいましたけども、いい時間になりましたので、今回はここまでにさせていただいてですね、次回以降、この続きを行って、なんとかこの厳しい、織田家の状況ですけどね、乗り切って、日本を、天下を、治めていくというふうに持っていければいいかなと思います。ザンスリースピリッツ、ご覧いただいている通り、全然わからないので、詳しい方いらっしゃったらですね、ぜひぜひ、ツイッターの方、もしくはこの動画のコメント欄の方までですね、アドバイスとか、いただければ嬉しいなと思いますので、今後ともぜひお時間ある方は見に来ていただければ嬉しいなというふうに思います。